言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回は IMP の話になりますね。1個前の動画で軽く語ってもいますが、ダンクショーケース、京セラドームで行ったダンクショーケースで IMP が出まして、で配信がね、つい昨日ありまして、それを夜ずっと見ていたわけですよ。 IMP は一番最初に出てきまして、でもそのオープニングアクトっていう感じではないんですね。本当にアーティストとしてしっかりとパフォーマンスをしていたっていうところもありまして、それについて話したいなと思っております。で、IMP の、これからそのダンクショーケースのそれを見る予定の人もいるかもしれないし、ピンキーの方がダンクショーケースのやつを4800円するので、買ったかどうかっていうとちょっとわからないし、もしかしたら買った人とかもいるかもだし、買ったけど見てない方も、これから見るって方もいるかもしれない。とりあえず、なので、アイキャッチ後に内容について触れようと思っております。はい。ただね、やっぱりこう、ね、IMP が言ってみれば、ピンキーさんからすると、私たちとしては、ダンクはすごくね、ホームのイベントでもあるし、ただ、実際のとこ結構、こんな感じの結構やんちゃな、グッズを作っているイベントでもあるし、かなりこう、ヒップホップというか、ストリート感があるという形もあって、もしかしたら心配していらっしゃった方もいるかもしれないと。なので、自分はその BE:FIRST のファンでもあるし、ダンクショーケースも、今回は大阪だから行けなかったんですが、3月に行ったやつは3公演やったんですけど、全部行きましたから。はい。自慢してもしょうがないけど。この帽子はね、全公演投資券を買わないともらえない帽子だったんでね。はい、ということですよ。そんだけ自分としてもダンクショーケースはむちゃくちゃ、すごい好きなイベントでね。フェスが好きなんで、そもそも。フェスなんでね。そういうことであったわけで、ちょっと話が長くなっちゃいそうなんで。なので内容について、感想もろもろ触れていきたいと思います。はい。なので、アイキャッチ後に行こうと思います。で、私今その IMP のメンバーの名前を一人ずつというか、ちょっとずつこのね、覚えている感じで、なので、現段階だと、申し訳ないんですが、多分、平等に語るっていうことはなかなかまだできていなくて、そこの部分もこれから、実質 2B がかなり、これからどんどんね、広がっていくと思うので、そうすると名前も覚えていくことになると思うから、今はちょっとまだそういう感じですが、ただ、やはり語らさせていただきたいと思ってます。というわけで、アイキャッチ後にライブについて語らせてもらいますね。じゃあ行きます、アイキャッチ。はい、というわけで行きましょうかね。まず一番最初にスカイハイがダンクのですね、テーマソングがあって、それを歌いながらステージに出てきて、で、いろいろと観客とかに対しこうね、ひたすらこうシャウトをしたりとか、そういうのがあって、で、一番最初にスカイハイからの紹介で IMP が出てきました。で、その時に、そのスカイハイが垣根を越えてとか、そういうクロスオーバーとか、そういうのが今可能な時代になって、その象徴といいますか、だからこのそういう時代になってきたところで、ここでやはり一番最初に紹介するのはこのグループが一番ふさわしいんじゃないかみたいな感じで、そう、まさに 2B の、アーティストがぶっちゃけた話、この早い段階でダンクショーケース出てくれるとは正直思っていなかったんですよ。いずれはその滝沢くんのところ、滝沢さんのところのアーティストダンク出てくれるといいねとは思ってましたし、私も思ってましたし、私のみならず BE:FIRST のファンとか、マーゼルのファンとか、スカイハイのファンとか、やっぱりそのクロスオーバーイベントなんで、ダンクのファンは多分ね、そう思ってたと思うんすよ。ただ本当にすぐに実現してむちゃくちゃやばいなと思いましたけどもね。はい、っていう形で紹介されて、みんな出てきました。はい、7人が。っていうことでね。で、京セラドームで、後ろのモニターがあってね、それで映るんですけど、ロゴが映るわけですよね。で、これは、もともとなのかな、IMP のロゴが、なんかヘビーメタルとかハードロックの、なんかバンドの、そういうやつにも見えて、モトリークルーとか、アイアンメイデン的な、そういう感じのロゴに見えて、私ヘビーメタル好きだった時期実は結構あるので、この間もね、見に行ってたんですよ。モトリークルーとデフレパード。皆さんに言ってもしょうがないけどね。メタル感があってすごいかっこよかったですね。炎のエフェクトもね、あって、メタルっぽい感じの文字で、フォントでバーンと出てくるから、お、すげえって思って。なんかね、TNT とかいるから、ヘビーメタルバンドで。IMP でちょっと似てるしね。なんかかっこよかったですね。で、
最初に歌ったのが Future is Calling ですね。そう、Future is Calling ですけど、あれね、でもね、その IMP のロゴがロックっぽかったから改めてちょっと思ったんですけど、トラックがハードロックっぽい感じだし、あのね、Future is Calling のところも、あれもね、ヘビーメタルの、シンガーとかが歌いそうな感じっていうか、まあそんなことでしたね。で、多分そのみんなもそのラップも歌も、特にラップかな、ロックバンドのラップみたいな感じで、かなりこう声の出し方をそっちにしていたような気がしました。なんかこうあれっすね、こうリズムに乗ってこう、なんか私もあんまできないけど、まあヒップホップのラップの乗り方ってよりはこうロックの乗り方で結構前に行くような感じっていうこと、まあラップ担当言うじゃないですか、大河くんとか椿くんとかね、そんな感じでやっててよかったですね。一番最初にあれで来るのなかなかいいなと思いまして、そう、ちょうどそのダンクショーケースのテーマソングが、まあ当然ダンスメインというかダンスがかなりフィーチャーされるイベントなので、もうなんかがっつりダンスナンバーなんですよ。で、ダンスナンバーのそれがあった後でフィーチャーイズコーリン、いいっすね、このジャンルレスでバッとやってる感じ、はい、っていうことです。 IMP のね、あの曲は結構私も聴かせてもらっているんで Spotify で、はい、っていうことで、はい、まあでも実際にステージでこうね、あの彼らがこう歌っている姿っていうのも見るのもすごく嬉しかったし、あとそういえばあのツイッターでたまたま見ましたけど、多分その人は新田くんのファンなんでしょうね。あの新田くんがこんなにニコニコすごいいい笑顔でしていて、もう本当に嬉しいみたいな感じで言ってました。まあ、その私は元々の彼らの下積みの時代とかっていうところはもちろん知らないけれども、でもやっぱいろいろあったんだと思うのでね、もちろん。そうだからスカイハイもその長い下積みの話もして、そこで培ってきたからこそのそのパフォーマンスみたいなところの紹介もしてたんで、うん、まあその段階でスカイハイ相当 IMP 気に入ってるなっていう風にちょっと思ったんですけどね、まあ、それちょっと後でまた話します。はい、で、その後ですね、スイッチンがありまして、あれですね、足さばきがなんかこういうやつできないそもそもできてない足さばきのダンスのところあって、あれMV もそうだけど TikTok とかショート動画で上がってるの見てて、IMP の新曲なのにあれスニーカーしか映っていないがみたいな感じで思ったこともあったけど、あれインパクトあるっすよね。うん、あれ好きですよ。サビのところの足さばきダンス、なんていうのかな、足さばきダンスみたいな感じ、多分そのダンスとしてのあの動きちゃんとなんかあるんですよね。ダンスのそういう名前すいません、全然わかんないんで、うん、多分あのステップの名前もきっとある。みんなで揃えてあれやるの見れたのよかったっすね。うん、でなんか松井湊斗くんかな、こう座ってサビ前のとこね、歌いながらこうなんかこう多分こう見渡してるところとかカメラに抜かれてて、そことかねセクシーでしたね。で、足さばきダンスを最初このメインステージでやってて、で一回サビでそこでやった後に2番歌ってる時、バース2歌ってる時にセンターステージが京セラドームあるんで、その方にねセンターステージにこう移動して、そっちでまあその後のビンバンビンバンビンのとこは全然歌えてねうん、そうやってたんで、多分足さばきダンスが結構センターステージとメインステージで両方見れる感じにしてくれたんでしょうね、っていうことで。でその後ね、クルージンでしたね、トゥットゥルットゥ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 のあれもまたインパクトあって、足さばきダンスもそうだけど、なんかインパクトのあるダンス、しかもみんなできる感じで、そういうキャッチーな感じで残していくのってすごくなんかいいですよね。うん、そういう風に思いました。そう、インパクトありますし、まあデビュー曲でもありますけど、あれ盛り上がっただろうなと思いますし、でここでスカイハイが出てきまして、まあスカイハイがその彼のラップをクルージンのトラックに乗せてやるっていうのもあって、そうダンクショーケースの面白いところはそういうところだったりするんででしたね。でまあこれに関してはもともとダンクのですね、ユフールとかでやっている番組があって、その中でコラボ特集的な感じで一応知ってはいたんですけど、まあ、ただフルでもちろん見れたわけじゃなかったから、そっちではね今回そのフルで見たし、
なんかすごくそこエモかったっすね。うん。もともとIMP にスカイハイが会いに行った時の話で、もともとクルージンのあのコラボをするって話はあったので、それもちろん知ってはいたんですけどね。そう。っていう感じでした。で、なんかあれですね。多分そのパッケージングして、なんかこう DVD とかに焼いて、2B にもこうね、BMSD から送ってるんじゃないかと思うけど、あの滝沢秀明社長とかね、三宅くん、北山くん、ナンバーアイの3人、大東くんとかも見ててくれるといいなと思ったりね、してますよ。多分事務所同士だから、やり取りして送ったりしてんじゃないかなっていう気がしますけどね。うん。そう、なんかちょっとその辺も見ててくれるといいなと思ったりしました。うん。で、そこでトークコーナーに移って、ちょうどスカイハイもいる状態でね、いましてね、そうそう。で、自己紹介もやりつつ、で、スカイハイもいて、ツーバキバキもやってて、スカイハイがツーバキバキとっても気に入っているので、っていうことと、あと、あれですね、メンバーのどなたかが、バッキーがこんな笑顔のことないぞみたいな感じで言ってたんで、まあ、さっきのその新田くんの話とかに関してもそうだけど、本当に楽しかったんだろうなっていう気がして、まあ、私たちも安心しましたよ。まあ、正直、私たちはね、ダンクショーケース大好きですけど、まあ、2日目のトラビスジャパンも含めて、どういう風に見えるかなっていうか、楽しんでもらえるかなっていうところは、ちょっとこっちもね、ドキドキしてはいたんですけど、すごい楽しんでくれていたみたいだったんで、そこは本当にすごい安心しましたね。うん。っていうところで、はい。で、続いて4曲目に行って、アイガーリーですね。アイガーリーですけど、あの時に初披露だったっていう話で、まあ、こちらの、様子が音楽番組で放送されると言いつつ VTR になっちゃったみたいなところで、その辺で少しね、そのいろいろな意見が出てありましたねっていうことで、まあ、なんかいろんな番組制作人が変な忖度をしてしまった結果なんじゃないかなって気がして、うん、だからまあぶっちゃけあの感じは失敗だったんだろうなっていうかね。うん、でもあの感じが当時は精一杯だったのかなって私も思っていて、だからなんか出れたのでもよかったよねみたいな、そういう言い方をしたんですけど、結果その後別の音楽番組でがっつり IMP 出れたんで、あ、いけるのだ、よかったのと思って。まあでもいろんな意見があって、そこでいろいろと変わっていた可能性もあるから、まあ賛否両論あると思いますけど、やっぱり自分たちの意見言うのって絶対に大事だなというふうには思いましたね。はい。推しが、確実に輝けるようにするっていうのは、やっぱりね、そういう風に要望もするというか、そういうのは時と場合によるけれども、必要な局面というのも出てくるなというのは、ちょっと改めて思ったりはしました。うん。はい。で、アイガーリーですけど、あれですね、最初のアニメーションダンス的な振りとか、あとちょっとホラーチックな感じのトラック、ホラーチックだし、なんだったらちょっとギャングスターラップとかハードコアラップでも使われそうなトラックで、で、マイクで、歌う場所によって声の加工を使ったり、で、地声でやったりとか、かなりアイガーリーは、いろんなテクニックとか、いろいろなエフェクトとか使ってて、改めて面白いですね。で、サビのとこの首動かすのを特化した振りとか、あれも人形振りみたいな、アニメーションダンス的な、まあ、できないけど、なんか、こう動いたりするやつですよね。うん。まあそういうのもあって、あれもダンスがすごいインパクトがあってね、覚えやすい箇所があるから、それも良かったなーって思ってるのと、あと飛べ版見させてもらってますけれども、結構ね、静かな佐藤新太くんが、ちょっと最後シャウトしてんのとか見れましたね。まあちょっとね、あれですよね、メンバーの名前もなかなかまだ覚えられてなくて、ただ今回確実に佐藤新太くんと椿大河くん以外で、あとま松井湊くん以外で、あとね、あと4人いますけど、もうどんどん覚えていきますから、私もね、そのつもりです。はい。っていう形で、まあそこで最後新太くんがリルリーグっていうね、LDH のグループがいて、まあ次出ていく紹介をしてステージは去っていったわけですね。で、後半の方で、スカイハイがステージをやった時に、ミスターサイコって楽曲でコラボをしたんですよ。ダンスで出てきました。で、実はこのミスターサイコって楽曲は、ピンキーさんは知らない人が多いと思いますけど、結構これ、BE:FIRST とかにとっても大事な曲といいますか、まあ、もともとすごい大人数コラボをね、したこともあるやつだったりするし、
あと確かね、ザ・ファースト、あのオーディション番組で、あの基礎練でずっとひたすら長時間1時間体を動かしまくる的なあの鬼の基礎練があったわけですけど、その時に確かねこのミスターサイコをずっと流していたはずみたいなところで、だからこうデビューしたばっかの頃にミスターサイコを聞きすぎたとか、聞くと体が勝手に動いちゃうみたいな、そういう感じのもあったので、まあ重要な楽曲だったりするんですよね。うん、そうで、ここで INP 招いたっていうのは、結構スカイハイのかなりINP を気に入ってるなっていうふうに思いました、うん、っていうのもあるし、あとはねやっぱり滝沢秀明さんのとこのアーティストだし、まあやっぱスカイハイ自身で INP をおもてなししたいっていう気持ちもあったのかなっていうところもちょっとありますかね。うん、っていうことなのかなって気もしました、多分ですけど。うん、なんかだから多分 INP 本当にスカイハイ気に入ってますよ。なんかこうなんだろう、その彼自身もスカイハイ自身もいろんな思いしてきたから、まあ INP も長い間苦労をしてきて、もう葛藤とかもいろいろあったはずだから、そこの部分の葛藤とかもスカイハイもまた違うところのジャンルだし、時代も違うし事務所なんかも違うけど、やっぱそこの部分っていうフィールするところがきっとあるだろうなっていうのは想像できるんで、その辺も含めてですかね。うん、っていうことで、で最後BE:FIRSTがトリを務めて、一番最後にですね全員でステージに上がってきて、まあサイファーですね、ダンスサイファー、まあダンクのテーマソングに乗ってみんなが踊ったりするところがありまして、で元井俊介くんがそこのサイファーに出てきて踊ってました。そう、なんかここに関しては IMP 出てきてくれるといいなと思ってて、でも実はちょっと出づらいのかなとか思ったりもしましたけど、ちゃんとこう出てきて良かったですし、そこでした。うん、でピンキーさんもいらっしゃってね、こう声掛け MC のところとかで声とかも出して、うん、ピンキー名前僕たちの声聞かせてみたいな感じとかやってたんで、よかったですよ。楽しんでました。うん、楽しんでいましたし、まあ私たちとしても BMSG のファンとしても 2B のねアーティストの IMP が楽しんでくれて、まあ、実際馴染めない、やっぱり馴染めないかななんて思ってもらったらちょっと申し訳ないなと思ったけど、めちゃくちゃ楽しんでたんで、すごい安心もしました。はい、というわけで、まあそういう風な感じで彼らのライブも含めてスカイハイとのコラボもそうだし、最後のダンスサイファーでも出ておりまして、そんな感じでやっておりました。まあ Hulu で買うことできるので、まあ他のアーティストとかもいますけれども、もしよかったらね、ちょっとお高いですけど4800円しますけど、もしよかったら買ってみてください。彼らの晴れ姿見れると思いますし、もしかしたらそのフェス初めてっていうところだし、結構記念すべきところだと思いますんでね。で、よかったら他のアーティストとかもかっこいいので見ていただけるととも思っていますし、はい、っていう形でございました。はい、では私はいろんな動画を撮っていますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。まあ、本当に初フェスだっていうところもあって、まあこちらとしても、まあ、こちらって私全然 BMSG の人間じゃないんだけど、なんか勝手に身内感だと思っているというところで、なんかこう楽しんでくれるといいなとドキドキしながら迎えた感じで、で結果的にとっても楽しんでいてくれて本当に良かったなっていう風に改めて思いました。はい、またぜひ BE:FIRSTやスカイハイはじめとして INP にいろんなアーティストとこうコラボとかやってもらえるようになるといいなと思いますし、 YouTube とかの企画とかでもね、そういうのクロスオーバーがあると嬉しいなとか、なんか 2B と BMSG ならできそうな気がしますけどね。お互いにこういい意味でね、フットワークが軽い会社なんで、うん、そう、大きい事務所すぎるとね、動きをするのもいろんな許可がいるからできないけど、そういう、まあ、BMSG も 2B もね、本当に新興事務所ですから、そういった意味合いではそういう動きも取りやすいと思うので、うん、なんかぜひその辺もあるといいなと思っております。はい、はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。We'll be right back.